年間ずっと集中して飯田さんのことを考えてやってきましたんで、まあ全力を出し切って勝ちます。もう本当に今度が勝負ですね。はっきりと決着つけたいと思います。これより両選手リングに入場です。青コーナーより松島二郎選手の入場です。名古屋市総合体育館レインボーホールメインイベントを迎えました。青コーナーから日本ジュニアバンタム級1位松島二郎の入場です。世界チャンピオンを過去4人出した名門米倉ジム所属、横浜出身の23歳、神奈川県の保土ヶ谷高校3年生の時、お兄さんの克幸さんが日本代表ボクサーとしてソウルオリンピックに出場したことに触発されボクシングを始めました。91年8月プロデビュー、デビュー戦から3連勝し、その年東日本の新人王に輝き、全日本の新人王決定戦に東軍代表として出場。今日対戦する飯田に惜しくも判定で敗れました。プロでの戦績は10戦して8勝1敗1引き分け、唯一黒星をつけられた飯田に燃やす雪辱への炎。この試合は過去の10戦全部合わせても足りないくらい重要な試合という松島、去年8月以来のリング、この一戦に全てをかけ200ラウンドのスパーリングをこなしてきました。やるべきことは全てやった。過去の試合とは燃え方が違う。松島二郎、メインイベントのリングに登場いたしました。今花束をもらいました。松島二郎登場であります。6500人の観衆、名古屋市総合体育館レインボーホール。対します赤コーナーより緑ジム飯田聡選手の入場です。赤コーナーから WBA 世界ジュニアバンタム級11位、地元期待の飯田聡入場です。愛知県大府市生まれの24歳、岐阜経済大学ボクシング部出身。大学3年生の時、天才たけしの元気が出るテレビボクシング予備校のコーナーに出演し、一躍人気者となりました。その後プロを目指して名古屋の緑ジムに所属。素質と努力が進歩を生み、松尾敏郎会長の親身の指導が彼の実力をどんどん加速させました。91年3月プロデビュー、92年2月大阪府立体育会館で松島を倒し、全日本ジュニアバンタム級新人王を獲得。その後立ちはだかる徳島久志、元世界チャンピオンローランド・ボホールら国内海外の強豪を倒し、デビュー以来13戦全勝。今日が今年最初の試合、タイトルをかけた大一番となりました。プレッシャーを跳ねのける精神力は自他ともに認めるところ。前回松島には判定勝ちだったので、今日はすっきり KO で決着をつけたいという飯田。巧みなディフェンスで完成なマスクを守り、磨きのかかった一人ストレートがチャンピオンベルトを狙います。来月に迫ったゆかり夫人との結婚披露宴、勝って輝くチャンピオンベルト、高砂にしっかり飾りたい飯田聡。ロックバンドインダブードの生演奏に乗って、明日へのステップ、世界へのジャンプ、日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦のリング、レインボーホールは新たなヒーローを待っております。飯田聡登場。リング上に両選手が登場いたしました。役者が揃いました。レインボーホールです。日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦、これより両選手の紹介です。飯田選手には激励の花束が贈られます。WBA 世界ジュニアバンタム級11位にランクされている名古屋緑ジムの飯田聡、相対するは日本ジュニアバンタム級1位、米倉ジムの松島二郎。プロ入りしてからは2度目、そしてアマチュア時代を含めると3度目の両者の対戦となりました。名古屋市総合体育館レインボーホールから実況生中継でお届けしています。本日のメインイベント、日本ジュニアバンタム級チャンピオン決定戦10回戦を行います。赤コーナー、日本ジュニアバンタム級1位、114パウンド1/2、緑所属主役になる。
日本ジュニアバンタム級に114パウンド4分の3米倉所属松島ジーノ右フックで前回の借りを返す松島ジーノです。ジャッジ熊崎光大同じくジャッジ原田武雄レフリー伊藤孝美。さてこの試合のルール、グローブは日本製6オンスを使用しております。採点は10点砲、1人のレフリーと2人のジャッジがついています。3ノックダウンシステムを採用しておりますので、1つのラウンドで3回ノックダウンを喫した選手はその時点で KO 負けとなります。そして両者の体格、身長は飯田が4センチ上回っています。リーチは飯田が10センチも上回っております。さあいよいよ第1ラウンドのゴングを待ちます。さあ今ゴングが鳴りました。日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦第1ラウンド、白のトランクスが WBA 世界ジュニアバンタム級11位にランクされています緑ジムの飯田聡、一方黒のトランクスが日本ジュニアバンタム級1位米倉ジム所属の松島二郎です。第1ラウンド始まりました。6500人の観衆、名古屋市総合体育館レインボーホール、メインイベントを迎えました。因縁の対決とも言われましたこの試合、たくさんのファンが訪れました。前回は92年の2月、大阪府立体育会館でその年の全日本ジュニアバンタム級の新人王決定戦で対戦しました。6ラウンドマッチ、その試合では判定で飯田が勝って、その年のジュニアバンタム級の新人王になっています。さあ両者激しく打ち合います。飯田が右のジャブを出す。さあ松島の左フック、飯田が右、右をジャブ気味に出してきます。速いパンチを出します両選手。第1ラウンドです。飯田は91年3月プロデビュー、一方の松島は91年8月にプロデビューを果たしました。飯田これまで13戦全勝、5つの KO 勝ちがあります。松島はこれまで10戦8勝、そのうち5つが KO 勝ち、1敗1引き分け、この1敗が飯田に敗れた1敗であります。今日はその雪辱戦。第1ラウンド、さあ松島積極的に打っていきます。左から右、しかしパンチは空を切りました。飯田が右のジャブを出します。あの松島のプレッシャーのかけ方はいいんですけどね、もう少し体を振りながら入っていった方がいいですね。そうですか、はい、だいぶあのプレッシャーかかってますよ、うん、サイドステップロープに追い詰められているのが飯田であります。地元緑ジムの飯田、右が入りました。やや開いた形で打っていっています。飯田第1ラウンド残り1分を切りました。激しい打ち合い、第1ラウンドから相手の動きをよく見ています両選手。右のジャブを出しました。細かいジャブ、そして左、ともにサウスポー。飯田はボクサータイプ、そして松島はボクサーファイタータイプ、サウスポー同士の一戦になりました。3分10ラウンドで行われます日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦。第1ラウンド残り30秒を切りました。右のジャブを出してきます松島、短いパンチが当たりました。さあ左を出した、打ち合いだった、接近戦。今度は間右、松島も右を出します。ここでゴングになりました。第1ラウンド終了です。ジュニアバンタム級チャンピオン決定戦でございます。赤コーナー飯田でおります。名古屋市総合体育館レインボーホール、この試合解説は元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオン、ご存知浜田剛さんです。浜田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。しかしファン待望のカード実現しましたね。そうですね、やっぱりお客さんの入りも心気持ち違いますね。はい、さあ試合はこれから第2ラウンドです。第1ラウンドご覧になっていかがでしたか。松島の方が気迫が出てますね。あ、表に出ていましたか、はい、常に前に前に出ていく気持ちを忘れずに戦いたいと言っていました松島。前回92年2月の新人王決定戦の時には下馬評では松島圧倒的有利とされておりました。まあその状況に多少相手を舐めたようなところがあったと前回の戦いを反省する松島が、あっと今度は左のアッパー、
左のアッパーを見せました松島。黒のトランクスが米倉ジムの松島次郎、白のトランクスが緑ジム飯田聡であります。左フック右を打ちます。短い右を打ちます。松島は去年の8月3日以来の試合です。飯田の右が出ました。7ヶ月という長い間のブランクを経ての今日の試合です。この試合の感覚が空いているというのはいかがでしょうね。いや、それぐらいの感覚はどうってことないですね。そうですか、はい、今左入りましたよ。さあ、いい緊張感を保ってこの試合に臨んでいるという松島であります。一方の飯田、去年の11月以来の試合、今年最初の試合となります。さあ飯田打ちました。おっと右のショートが入った。おっと右入りました。もう一回右、積極的パンチを出しているのは松島です。特にこの試合はサウスポー同士なんで、この右のリードジャブっていうのはポイントな、なんですよね。お互いに当たりやすいです。はい、左のアッパーから右フック、松島右アッパー、柔らかく柔らかく柔らかく、よしよしよし、飯田も右を打っていきました。第2ラウンドです。日本ジュニアバンタム級王座決定戦です。この試合に勝った方が第17代のチャンピオンになります。米倉ジム松島の先輩にあたります第16代チャンピオンでした川島敦史選手が去年の12月タイトルを返上しました。川島選手は5月に世界タイトルに挑戦するために王座を返上し空位になった。このタイトルを2人争います。右のフック飯田打ち合います。両選手第2ラウンド、さあ飯田がワンツー、右を出します。右のジャブ、細かいジャブを出します。さあ今度は左レバーのあたり打っていきました。第2ラウンド残り30秒を切りました。かなり激しく打っています。松島の右、右左ワンツー、松島パッチいかがですか。だいたい1ラウンドからペースがだいぶ乗ってきましたね。そうですか、はい、松島ですか。そうです、はい、飯田の方は外右手後手に回ってますからね、先に打って動くことなんですよね。右のパンチ入りました。また右、松島の右、また右、ショートフック、今度はボディ打ってます。残り時間ほとんどありません。ここでゴング、第2ラウンド終了しました。浜田さんの採点は10対9、松島が取っています。さあ今の第2ラウンドの攻防、この右です。松島、まあ一発一発はちょっと少ないところあるんですけどね、全体的なペースは松島ペースになってきましたね。ただ松島の方もガードが広いんでですね、はい、もう少し締めて体を振らないと飯田の方のパンチも当たりやすい感じではあるんですよね。そうですか、はい、第3ラウンドのゴングが鳴りました。ちょっと飯田の方は後手後手に回ってるんでちょっと手が出ないんですけどね、先手先手だと決して当たらない距離じゃないですよ。そうですか、さあ右、右が入りました。ちょっと顔がガクッときました。松島、飯田のパンチ。佐藤さん、はい、赤コーナーの飯田陣営ですが、序盤戦を終わっての評価はですね、まだ硬いなと、もっとリラックスをしなさいということでした。そして、福田トレーナーからは足の運びが中途半端なのでだから打たれるんだということを言ってます。そして技術的な左が入りました。飯田の左ストレート、佐藤さん、はい、そしてですね、技術的なポイントは右をもっとうまく使えということができました。やはり右をもっとうまく使えというコーナーからの指示。さあ激しい打ち合いになりました。第3ラウンドクリンチです。佐藤さん、はい、一方の松島陣営なんですけれどもね、はい、ここまでは右がよく当たっている、しかしまだ少し硬いんでリズムを取って体を振っていけということです。そうですか、今日のコーナーリポート、飯田サイドは大東慎二アナウンサー、松島サイドは藤井俊彦アナウンサーです。第3ラウンド激しく打ち合いました。飯田のパンチが一発いいのが入りましたね。でもまだペース的には松島ペースですよ。そうですか、はい、さあリング上、おっと松島の右的確に入っています。松島の右のパンチ。第3ラウンドに入りました。ともに昨日の計量は1回でパスをしました。相性ような形でした。右フック抱え込みます。左でアッパー、さあ激しい打ち合い、ライバル同士の一戦。今度は右、飯田の右、さあ右が入った、右が入った、飯田の右左、コンビネーション、左のフック、
飯田右、右福、左、右左、今度は松島、松島負けていない、右左と打っています。コンビネーションパンチ、共に激しい打ち合い。第3ラウンド、第3ラウンド残り1分を切りました。的確にパンチを当てていきます両選手。アッパーを狙いました。これは空を切った松島次郎、黒のトランクス、右のショートパンチ。ちょっと飯田の右がちょっと足りないですね。そうですか、はい、せっかくリーチが長いんですから、リーチ差をもう少し生かしたいですね。そうですね、リーチの差が10センチあります。飯田177センチ、松島167センチ、松島の右左、さあワンツー当たった、左右、飯田のパンチ。しかし松島巧みにかわしています。相手のパンチを巧みにかわす、相手の長所を殺すというのが飯田のボクシングの心情ですけれども、今日の松島、飯田の研究は怠りないようです。1月下旬ジムの先輩、5月に世界タイトルに挑戦する川島敦と入念にトレーニングを積んできました。世界へ挑戦する川島が仮想飯田になって松島に付き合いました。さあ第3ラウンド、試合時間残りほとんどありません。ここでゴング、第3ラウンド終了。田さんの採点は10対10のイーブンです。試合はこれから第4ラウンドを迎えます。日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦。さて序盤戦3ラウンドまでご覧になって濱、はい、田さん、はい、いかがですか。そうですね、やっぱり一度松島の方が負けてるということですね、うん、気合の入り方は松島の方は結構強いですね。そうなんですね、はい、まあ、飯田という顔見知りのライバルとの試合ということで、過去の試合とは燃え方が違うと話していました松島次郎、米倉ジム。確かにこの2人は、はい、このボクシングを見てもですね、打つなら打ってこいっていう気迫が感じられますね。そうですか。さあ飯田の右、右のフックが入りました。飯田右を出します、右のジャブを出します。それをかいくぐってボディ、ボディアッパーを打っていた松島。今度は左のフック、松島の左、サウスポー同士の一戦になりました。ちょっと右の正面ストレート、右のストレート、小さなストレートが入りました。飯田左のストレート、飯田の左が出ました。互角の戦いを見せています。第4ラウンドに入りました。闘志が充満しています両選手、飯田対松島。ともに中京テレビで放送中の人気番組、天才たけしの元気が出るテレビの人気コーナー、ボクシング予備校で4年前出演しまして、人気を勝ち得ました両選手。まあ人気先行型かと見られたんですけれども、今日は2人がタイトルマッチを争うまでに成長しましたね。そうですね、さあ足だ、ラッツだ、両選手ラッツする。さあおっと右が入りました、松島の右、左のアッパー、これは空を切った松島。右を出せというコーナーからの指示、リーダーそれを忠実に聞いて右が一発入りました。右のジャブ、このラウンド飯田の、はい、リズムがちょっと良くなりましたね。そうですか、はい、右のジャブを出し出しました。左の大きなパンチ、これは届きません。スウェイバックしてかわしました松島。おっと右入りました、右が顎に入りました。さあ打ちます、まあ、今の右っ子は、まあ、綺麗だったんですけど、ガードしてますけどね。さあ今度は左、さあ今度は逆襲する飯田、コーナーに決めるか、クリンチして逃れる松島。さあコーナーサイド、コーナーサイドです。伊藤レフェリーが分けました。パンチを出します。第4ラウンド1分を切りました。飯田の左、あ飯田の右、松島の左、飯田の右です。松島の右フック、この右フック、強烈な右フックが決め技です。ストレート、今度はもう一回右アッパー。ちょっと松島の右のリーズジャブがちょっと少なくなりましたね、このラウンド。そこに飯田がつけ込んでますか。そうです、それで飯田の方も楽に、無理に動かなくてもタイミング取れるようになりましたからね。残り30秒切りました。第4ラウンド、さあ打ちます、右のフック、激しい接近戦だ、激しい接近戦だ。第4ラウンド残り15秒、飯田松島接近戦でフックを打ち合います。残り10秒です。日本バンタムジュニアバンタム級のタイトルマッチ王座決定戦、勝った方がチャンピオンベルトを巻きます。ほとんど第4ラウンド時間がありません。ここでゴングが鳴りました。放送席、浜田さんの採点は10対9、このラウンドは飯田が取っています。今の第4ラウンド、松島の右、
飯田が大きく全体的に、はい、松島の手数が少なくなったラウンドですよね。中盤に入って第5ラウンドを迎えます。名古屋市総合体育館レインボーホール、日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦、3分10ラウンドです。第5ラウンド始まりました。さあここから飯田が自分の体勢に立て直せるかどうか。さあ飯田がパンチを出していった、離れ際右のフックを打っていきました。飯田共にサウスポーです。右クロス気味に入りました。ストレート、松島も右を打ちます。佐藤さん、はいどうぞ。赤コーナーの飯田陣営ですが、盛んに飛んでる声は返しのパンチ、相手のパンチを避けてからの返しのパンチをしっかり打てということです、うん、さあそのコーナーからの指示を忠実に守って第5ラウンド戦いたい飯田であります。ボディを打ってくる松島、ジャブで牽制する飯田、試合が徐々に佳境に入ってきた。松島の右、右のパンチが顎を捉えました。第5ラウンド1分を経過。さあ左のオープンブロー気味の攻撃、ラッキングして逃れました。この後の攻撃です。右が入りました。松島の攻撃ちょっと今正面的になってるんですね。少し横にも動きたいですね。体を振りながら動きたいですね。飯田の動きの方はどうですか。あの飯田先ほどのラウンドからは少し、自信がついてきたんですかね、動き方にどしっとし、するところが出ましたからね。両者スタミナの方は十分だという松島の方はなんと200ラウンドのスパーリング、飯田の方は70ラウンドのスパーリングをこなしてこの試合に臨んでまいりました。第5ラウンドです。右のフック、飯田の右、もう一回右、これはかわしました。松島が今度は右を打ちます。右左と打っていった連打、第5ラウンド1分を切っています。佳境に入ってきました。館内から声援が飛んでいます。まあある意味ではアイドル対決とも言われていますこの飯田対松島でありますが、今日は王座をかけてのタイトルマッチ、勝った方が第17代日本ジュニアバンタム級のチャンピオンベルトを腰に巻きます。共に大きなプレッシャーを背負っています。松島の方は同じ相手飯田に2連敗はできません。飯田の方は来月、昨年末入籍したゆかり夫人との結婚披露宴が4月23日に控えています。共に負けることのできない一戦、残り15秒になりました。第5ラウンド、やや動きが止まった感があります。アッパー空を切りました。松島の左アッパー、また左アッパー空を切った。飯田の右アッパーは捉えました。時間がほとんどありません。第5ラウンド、ここでゴングです。第5ラウンド終了。浜田さん、10対10のイーブンの採点です。試合はこれから第6ラウンドを迎えます。浜田さん、はい、中盤のペースは飯田ですか。うん、とは言えないですよ。ちょっと4ラウンド目良くなったかなと思ったら動き止めてしまいましたからね、そうしたんで、ちょっと松島の方も休みながら前に出てこれるっていうところで、出ましたからね、一進一退ですよ。両者一進一退、いい試合です。さあ第6ラウンドのゴングが鳴りました。松島とするともう少し体振りたいですね。飯田が打っていきます。松島アッパー、共にアッパー。飯田が右のジャブを出して、さあ左のストレートを打っていくか。ジャブを出してストレート、右左右という攻撃が出るか。飯田、松島のアッパーも空を切りました。放送席佐藤さん、はい、松島陣営なんですけど、米倉会長、右の後の打ち返しということでカウンターを打てというような指示を組んでいます。飯田の左、さあ右のジャブを出して、おっと松島左、さあ飯田の左、ちょっと松島の飯田の左です。止まってますからね、もう少し振りたいです、ね、そして右のアッパー、いかがですか今のパンチ。いいパンチですよ今のは、さあ飯田がまた右左、さあアッパー、これマッスル飯田、飯田も打つときにはガードが開くんで打たれてますよね。連発してパンチを浴びせるという展開にはまだ両者とも持ち込めたらですね、打たれるというところに二人ともなってますね。そうですね、右のアッパー、
さあ両者クリンチのような体勢になってしまいました。前回の対戦、対戦では飯田のクリンチに苦しめられた松島。左左が腹筋に入った。右のフックから左のアッパー、そして右ストレート。飯田第6ラウンドです。白熱してきました。レインボーホールメインイベントを迎えました。日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦。松島のアッパー、飯田のアッパーともに空を切りました。松島右のジャブ、ジャブを出して左、左を狙います。右のジャブから左を狙います。飯田世界ランカー、飯田現在 WBA 世界ジュニアバンタム級11位にランクされています。第6ラウンド残り1分を切りました。右側クロス気味に当たりました飯田。さあ右のジャブ、おっと今松島の右が入りましたか。ラウンドの前半いいで良かったんですけどね、ランドマンが松島のパンチも当たってましたね。左右と今浴びせていきました。フック気味のパンチが当たりました松島であります。第6ラウンド、さあこのラウンドも残り間もなく30秒を切ります。さあ一進一退の両選手、さあボディが当たりました。いいボディが入りました右、今度は左のアッパー、これは空を切った。第6ラウンド、ロープを背にしている黒のトランクス、ヨネクラジムの松島次郎。これまで10戦して8勝1敗1引き分け、その唯一の1敗が飯田に負けた1敗。一方の飯田は91年3月プロデビュー以来、ここまで13戦全勝であります。時間がほとんどありません。第6ラウンド打ち合いになりました。ここでゴング。放送席10対9とつけたのは解説浜田剛さんです。飯田がリードしています。第6ラウンドの攻防、本当に浜田さん、はい、一進一退ですね。そうなんですね、前半良かったと思えば後半打ち返されるしですね。ラウンド7セコンドアウト。そして第7ラウンドを迎えます。ゴングが鳴りました。飯田松島、赤コーナーから青コーナーから両者勢いよく飛び出しました。第7ラウンド、スタミナ十分です。この試合にかけてきました両選手、はい、松島の方はちょっと手数を出すように体力抜きたいですね。佐藤さん、はい、赤コーナーの UGA ですが、この7ラウンド以降は全て取らなければダメだという声を食べました、うん、さあそれほどは危機感を持ってラッシュしていけという飯田陣営。さあ松島のアッパー、松島の右のアッパー、これは空を切りました。飯田は小学校の時テレビで見たボクシングに感銘を受けました。必死に殴り合って、そして終わった後は両者が爽やかに抱き合うスポーツ。しかしやってみればボクシングというのは非常に奥の深いスポーツだと言っている飯田。松尾会長、緑ジムの松尾会長の秘蔵っ子、この試合に勝てば今年創立20周年の緑ジムから初の日本チャンピオン誕生であります。さあ飯田の右のアッパー、さあ右右左と打っていきます。ジャブから左ストレート、左のストレートのキレを良くすることがこの試合に当たっての課題だと言っていました飯田。このラウンド飯田ですね。さあまた左、左が当たった、のけ取った松島、低い体勢から飯田ラッチズ。松島もう少し体を振っているでしょうね。ロープ詰まった。さあどうですか、いいパンチ入ってますよ飯田から。シュフック、左フック、右フック、また左、左右左と打っていきます。松島帰ってきましたね。松島が背中をロープにつけた。飯田がラッシュします。世界ランカー飯田、あー疲れてきましたね松島。松島ちょっと疲れたか。松島やや目が打つの、やや目が空を見ました。松島次郎2度復興出していった。積極果敢、待ちに待った試合です。久々の再戦です。アマチュア時代を通じて1勝1敗の両者、決着戦となりました。この試合絶対に負けることはできません。特に松島はプロに入ってから新人王決定戦という大事な試合で判定で惜しくも敗れたために、同じ相手に連敗はできないという覚悟で臨む名古屋のリングです。7ラウンドも1分を切りました。飯田が攻勢、飯田攻勢、右のジャブを出します。右のジャブクロス気味、左ストレート、松島のスピードが鈍りましたね。さあ松島もアッパーで反撃しようとしますが空を切っています。残り30秒を切りました。第7ラウンド、飯田の右のフック、しかし松島も左を打っていきました。さあ強烈だ、あっと飯田の右のフック、飯田の右のフックがヒット。さあラッキング、松島苦しそうだ。世
戦だった、接近戦だった、飯田のミドフック、飯田ミドフック、ライバル対決、ライバル対決、ボクシング予備校出身2人が CO を消して戦います。第7ラウンド、ほとんど時間がありません。ここでゴングなりました。浜田さんの採点10対9で飯田が取っています。第7ラウンドの攻防、飯田がラッシュしましたね。よく手が出てますよね。それと力の入ってるのとリズムに手を出してるのの差がこのラウンドは出ましたね。飯田の左側にいるのが福田洋次トレーナー、具志堅用高、渡嘉敷達夫という名ボクサーを育てた名トレーナーです。さあ、その福田トレーナーに送り出された第8ラウンド、飯田聡、一気にラッシュをかけるか、松島二郎巻き返しを図るか。第8ラウンドです。さあ、左当たりました、飯田の左が当たりました。フック切り、そして今度はボディアッパー。今のところ手数じゃ飯田の方が倍以上出してますからね。松島の方も力を抜いて一発一発強く打つんじゃなくて、手数で勝負するようにするといいですね。ちょっと手数が松島出なくなりましたが、一発一発力んでるんで2発目3発目っていうのが出ないんですね。さあ、右のジャブを高回転できて、左、さあ、これはスリップダウンです。スリップダウンです。一瞬ヒヤッとしましたが、大振りしてちょっとバランス崩したんですよ。だからちょっと疲れてるところですから、もう少し振りを小さくしたいですね。リードのパンチが出た、リードのパンチが出ました。松島必死に反撃。さあ、右のフック、リードの右のフック、左、さあ右、右のフックだ。また今度は右のアッパー、松島動き止まった。右のフック、これは空を切った、激しい打ち合いになりました。第8ラウンド、このラウンドも飯田が主導権を握っています。日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ王座決定戦、第8ラウンド終盤に入りました。飯田から沈む、さあ、ボディだ、ボディだ、おっと、さあ、バンカーダウンです、ダウンです。松島ダウン、松島プロ入り初のダウン、松島ダウンです。第8ラウンド、疲れているところのボディブローっていうのが効くんですよね。ボディですね。さあ、またボディラッシュ、ボディラッシュ、ボディラッシュ、左、左、左、日本ジュニアバンタム級のタイトルを取りました。新チャンピオン誕生。敗れてがっくり第8ラウンド、松島次郎、飯田が勝ちました。浜田さん、はい、終盤7ラウンド8ラウンドの飯田のラッシュ、素晴らしかったですね。そうですね、やっぱり、はい、相当練習積んだんですね。1分35秒、8ラウンド1分35秒、飯田聡選手の TKO 勝ちでございます。8ラウンド1分35秒、テクニカルノックアウト、飯田選手がプロ入り通算6回目の KO 勝ちで見事第17代日本ジュニアバンタム級のタイトルを手中にしました。あなたは1994年3月13日、名古屋市において松島次郎と日本ジュニアバンタム級タイトルマッチ1回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンたることを認定します。1994年3月13日、財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー保坂誠代表です。おめでとう。どうぞ、日本ジュニアバンタム級という大きな会場で飯田聡に今認定証が手渡されました。そしてチャンピオンベルト、今健闘をたたえて松島が飯田のもとに歩み寄りました。チャンピオンベルトが腰に巻かれて、第17代日本ジュニアバンタム級チャンピオンは名古屋ミドリジム飯田聡です。そして今飯田聡、左側に立っている松本志郎会長も嬉しそう。ジム創立今年で20周年、記念すべき年にミドリジムから初の日本チャンピオンが誕生しました。これが8ラウンドラッシュ、左のボディ、まあこれ一発でも疲れたところに、呼吸をもう荒くやってるところに、ボディフローを柔らかくしたところを打たれたのですね。だから聞いたんですね。ふっと体勢を整えようとした松島のボディに、そうです、強烈な飯田の左、はい、決定打、最後はボディに炸裂しました。飯田が
三千と輝くトロフィーを手にしました。充実した表情、飯田さとしであります。プロ14戦目ここまで全勝、素晴らしいですね。大したもんですね。まさかバラエティ番組から日本タイトル取れる選手が出るとは思わなかったですね。天才たけしの元気が出るテレビの人気コーナー、ボクシング予備校で知り合った2人の雌雄を決した対決はタイトルマッチとなって現れましたが、飯田さとしが勝利を収めました。さあリング上インタビューです。放送席、はい、それでは勝ちました飯田選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございました。日本一強い男になりました。今の心境。もう爽快です。もうこんな会場でやらせてもらって、でたくさんの応援も来てくれたんで、もう本当に最高の気持ちです。ありがとうございました。この試合の前にお話を伺いましたらば、今回の試合は今までやった中で精神的にも肉体的にも最高の状態だと言ってました。今日の自分のボクシング振り返っていかがでした？もう4ラウンドまではもう自分のボクシングじゃなかったんで、もう今まで見てた人は分かると思うんですけど、もう硬くなっちゃって全然自分のボクシングじゃなかったんですけど、4ラウンド目ぐらいからやっと、掴み出したんで、なんとか、KO までこぎつけました。松島選手との、まあ、因縁の対決、決着がつきましたね。そうですね、はい。まあ、リングを離れれば親友の2人、今日この決着がついていかがですか？もう松島君も、きっとまだまだ、実力つけて上がってくると思うんで、ひょっとしたら次は世界でまたやれるといいと思ってます。はい。それでは最後にこのリンゴホールについかけてたくさんのファンにメッセージお願いします。本当に、なんか日本チャンピオンにみんなでこう押し上げてもらったような感じで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にどうもありがとうございました。目が潤んでました。飯田選手にお話を伺いました。新チャンピオン飯田さとしの目に光るものがありました。ただまあ、はい、技術的に言うと、飯田君ね、ちょっと連打するときに顔が上がるところあるな。あ、はい、それはやっぱり世界的な選手になってくると、そういうところ一発は狙ってくるから。はい。逆に浜田さん、はい、飯田選手の、はい、まあ、これから世界を狙おうという器になるためには、はい、この試合を振り返ってどういった点に注意していったらいいんでしょうか？まあ、今言った顔が上がるというところですよね。それと連打する場合に数リズムから打つのはいいんですけど、ちょっと手打ちになって、うん、バラバラになる場合があるわけですね。はい、そういったところは反復練習すればどんどん良くなることだから。さて、前回は松島戦判定で勝ちましたけれども、今回は見事な TKO、 その第8ラウンドをご覧いただきましょう。トレーナーに送り出された第8ラウンド、飯田さとし一気にラッシュをかけるか、松島次郎、ここはもう8ラウンドで勝負を決められると本人は思ってらっしゃいましたか？始まった時はそうは思わなかったんですけど、やっぱりまあ7、8ぐらいで KO で決着つくんじゃないかなっていうのは自分で、イメージでもそういう想定でやってきたんで、はい、松島選手はこれまでの試合最長で8ラウンドまでしか戦ったことがないんですよね。はい。その辺は意識していましたか？いや、もちろんタイトルマッチやる人間ですから絶対10ラウンド打ち合えるスタミナつけてくると思ってたんで、はい、そのどうこうっていうのは考えてなかったんですけど、うん、僕のイメージとしてやっぱりこの頃からずっとリズムに乗ってどんどんパンチが当たり出していけるんじゃないかなっていうのはありました。はい、この辺り何を狙ってました？もうこの辺はもう僕は本当はもっと足を使って離れてやるタイプなんですけど、松島君の場合だとこんぐらい足止めて打ち合ってもいけるんじゃないかなと思ったんで、もう本当隙見てどんどん当てていこうっていう感じで、逆に打ってくるところをでも当てれるかなと思ったんで。そして今左のボディへのアッパー、はい、全然これは狙ってなかったです。そうですか。はい、やはり先ほど浜田さんおっしゃったように、はい、やや松島呼吸を整えようとした、そのフットだった瞬間でしたか？疲れたところのボディブローというのは効くんですよね。そしてもうあとは一気呵成に飯田さん、はい、
行きましたね。そうですね、あれはもう本当最初のやつで聞いてたなと思ったんで、うん、これはもう詰めればいけると思います。はい、しかし飯田選手といいますと松尾会長も言ってましたけれども、いろんなプレッシャーをかけていくと常にそれを乗り越えていくところがすごいというふうに話しています。今日もこういったレインボーホールという大きな会場でした、はい、そしてタイトルマッチでした、はい、プレッシャーはあったでしょう。そうですね、日本タイトルマッチなんだけどなんか世界タイトルマッチぐらいのプレッシャーをかけられて、うん、本当にでも本当にいい勉強になりました。はい、はい、そして嬉しいことにね、来月4月23日には、はい、ゆかり夫人との結婚披露宴が控えています。はい、これでチャンピオンベルトを高砂に飾れますね。はい、もう本当にもう一安心です。もしかしたらそのことが一番のプレッシャーだったんじゃないですか。だったと思います。はい、さてこの日本ジュニアバンタムのタイトルを取った選手で浜田さん、はい、世界の王座に就いたのは地元の畑中選手、はい、そして現チャンピオンの鬼塚選手もね、はい、世界に羽ばたいています。そうですね、まあ、日本東洋世界とありますからね、はい、ホップステップジャンプで、まあ本当にエリートといえばエリートで順調に来てますね。うん、さあ飯田選手これからね、また一歩一歩地元の期待を背に受けて階段を上っていってください。はい、ありがとうございました。はい。